私は18の時からキャンキャンという雑誌のモデルをしていたんですけども、当時まだ女子大生で、痩せているのは当然でガリガリじゃなきゃいけないっていうふうに思っていて、食べたら仕事がなくなるし、そのモデルの仕事好きだったので、ね、それができなくなるんだったらやっぱり食べないな、ずっとタバコ吸ってました。たまたまホノルマラソンのお話をいただいて、やっぱり編集部の人たちは最初は喜んでたんだけど、こんなにハマると思わなくって、もうマラソン禁止とか言われて、もうそのスポーツをやめてまでファッションモデル一本でやるっていうのにすごい違和感を感じて、なぜならばそのマラソン始まれる前と後だったらもう全然その肌のツヤだったりメイクの目が違うし、その精神的なものでもう確実に運動を始めた時の自分の方が、状態が良かったので、もう最後の直線本当に覚えてなくて、真っ白みたいな感じでもう半分気絶みたいな感じでバターンって倒れて、それの3時間59分だったんです。私は限界を知らないんですよ、運動したことがなかった。その刺激がやっぱり強すぎちゃったので、私の人生の中で自分がこれができたんだっていう、なんかその喜びに変わるものが何もなくって、高い時計とかバッグとかもうそんなんじゃ全然ダメでまあそういうのはね買いますけど、もうその刺激が一番で、ね、やめられない。